はい、皆さんこんにちは、ゆわんど院長です。患者さんにで、まあ、チャンネル登録してくださってる方々がおりまして、本当にいつもありがとうございます。何の話してほしいって言ったらですね、アンダーソンの話してくれって。もう僕が今後アンダーソンの話したら、それは作り話ですから、すいません。ネタがアンダーソンのネタはないです、はい、今日はですねまあこれはダークサイドと言っていいんだろうか、ちょっとまあ微妙なラインですけど、まあ真剣にですね、おっぱいについて喋りたい、うん、そういうことですね。まあ胸の話なんですが、あのノーエロです、大丈夫です、安心してください、はい、健全な運営を心がけておりますので、はい、豊胸手術ですね、うん、これがねすごいんですよ、うん、どうなるかご存知ですか。胸の大きさを気にする女性ってものすごい多いんで、あの僕っていうか、あの男性はみんな大きな胸の人が好きだと思い込んでる女性がね、腐るほどいるんですよ。決してそんなことないですからね。その代表が僕ですよ。はい。まあそういう人もいるんですよ。本当に大きい胸の人は特にちょっと好きってわけではないみたいな、苦手って人もいますから。はい。で、それでもやっぱり気にするので、でやっぱり痩せ型の人って胸に肉がつきづらいわけですよ。それでですね、僕のあの昔の、まあ、知人って言った方がいいですかね、がですね豊胸手術をしてる、うん、でですね、まあ、ちょこっと整体やるんでうつ伏せになるんですけど、うつ伏せになれないんですよなぜかって言ったら、その包茎をしてるからなんですけど、いろんな種類があって、まあ、全部が全部ってことじゃないんですけど、それはシリコンでしたかね、はい、その手術を、あの僕そういう手術をするしないに関しては一切別に偏見ないので、やりたければやればいいし、やりたくなければやらなければいいし、はい、でその中にこう、まあ、入れるじゃないですか。その後にしなければならないことがあるんですよ。でそれはよく揉みほぐしてなじませないとダメなんですって。でそれをやると激痛なんだそうなんですよ。めちゃくちゃ痛いそうなんですよ。で嫌、まあ、じゃないですか、そりゃ痛いのは。もう本当に痛いらしくて、とてもじゃなきゃできないらしいんですよね。でなのでこう触らずほっといたら、それ医者の指示ですから、揉んでくださいっていう、はい、それを怠るとどうなるかね。あのねこう こんな感じになるんですよ。もうこんな感じ、揉んでもこうこんな感じですよ。表面はこうやって動くんだけど、ちょっと触らせてもらったんですよ。そしたら本当にお味噌汁のお椀が入ってるみたい。もう動かない、表面だけが動かない。いやね、それは何のために胸を大きくしたんだって話になりますよ。そうだ、美容整形は別にコンプレックスをね改善してより良いというか、より明るいというか、より自信を持った自分になれるんだったら何でもいいんですよ僕は。手段は別に問わないというか、
まあ、あの合法に限りますけどもそういうことになっちゃうらしいんですよ。なのでまあ今全部が全部じゃないとは思うんですけどね、あの整形はあの美容整形も結構身近になってきてるって言えばなってはきてるんですけど、高須先生が言ってましたけどね、まあちょっとアジアのとある国で整形がブームだけど本当に医者なのかっていうような人もいるらしい、はい、で各美容整形もどこどこがうまい、鼻はここみたいな、輪郭はここみたいな、いろいろあるらしいんで、本当に評判をきっちりと調べ上げていかないと、不得意なところをやってもらったらですね、えらいことになるかもしれません。これも聞いた話なんですけども、鼻にプロテーゼを入れた話があって、こうここの骨、まあ僕はちょっと鼻は高めで唯一鼻だけは気に入ってるんですけど、この骨の上にこうプロテーゼ、まあ、人工軟骨みたいなのこうやって入れるんですよ。で一応その馴染む、その胸みたいに揉んでこう馴染ませるとかなくて、一応そのもの自体はあのそんな拒絶反応が起こるようなものだったら最初から入れはしないんですけど、プロテーゼって、まあ、聞いたことある人もいるかもしれないですけど、これ入れてどうも痛いと、でめっちゃね、そのダウンタイムっていうのがあってめちゃくちゃ腫れるんですよ。僕の友達がね、ちょっと顎をこういう後ろに引っ込んだ感じの顎の人がちょっといて、でちょっと顎を出したいということでプロテーゼを入れたら、あのすごい顔のちっちゃい子なんですけど、あのミスターインクレディブルのお父さんみたいになっちゃったっていう、その1週間2週間かな、で口も一切もうほんと5ミリとかしか開かないみたいな、ウィダーを吸うしかできないみたいな、そういう状態になったりとか、まあでもそれはちゃんと引いて、もうすごいですよ、本当にめっちゃ可愛くなりましたよ、スッとした顎になって。で別にそれはもうもちろんいいんですけど、その痛いなってなった、その鼻のプロテーゼ入れてから、でダウンタイムの間はめっちゃ腫れて、もう何倍とかになっちゃう人もいるし、まあでそれがですね、ある日なんかこう鼻の穴を見たらなんか白いのがある、えなんだと思ってこれちょいちょいとほじったら、プロテーゼが縫い跡を破って出てきちゃったっていう、スプラッタでドロッつって、めっちゃ怖い。まあそれはプロテーゼ入れたらみんなそうなるってことじゃないですからね。はい、あの得意なとこ、まあ、やっぱり異物なんで出そうとするんですよね。でまあそれは本当にコンプレックスの人はもうむしろねやった方がいいんじゃないかなって悩むぐらいならやったらいいと思うんですけど、鼻周りとかになんかこうやっちゃうと、あの自分の軟骨をね取ってこの鼻先に入れてちょっと高く見せたりとか、そういうのは別にあの施術もできるんですよ自分の軟骨なんでもうすぐ馴染んじゃうんですけど、なんかちょっと他の加工をしちゃうとちょっと施術ができなかったりするんで、まあ、そこはご了承くださいということなんですけど、まあ、美容整形でもこれはやってほしくないっていうのが唯一あって、やってほしくないっていうか、それは任せてくれって思うのは脂肪吸引ですね。はい、あの俺だってしたいよ、もうあれですよ、細マッチョになるんじゃない、簡単にって思うじゃないですか。でね、なんか日本の脂肪吸引っていうのは法律があまりこう決まってないらしくて、アメリカとか結構うるさいんですよ、まあ、肥満大国なくせにうるさいんですよ。で例えばじゃあ心の肉を取るなら何グラムまで、脂肪吸引するなら何グラムまでとか、でお腹なら何グラムまでとか、こうそういう、こう細かく決まってるらしいんですよね。日本はそれないみたいなんで、なんでそういう細かい決まりがあるのかって言ったら、それはまあ場合によって危険がを伴うからなのかもしれないですけど、僕は詳しくはそれは知らないですけど
お腹の脂肪吸引なんかは、整体やった方が多分痛くないですね。それもやっぱ胸と同じで揉んでなじませてあげないとアボカドみたいになっちゃそうなんですよ。なんかこうボコボコしちゃうみたいな。細くなってもそんなになっちゃったら嫌でしょ。でそれがまたなんでそうなっちゃうかっていうと結局めちゃくちゃ痛いそうなんですよね、その後が。なので、まあ、そういうの検討してる方ですね、お腹はね、まあ、リンクにいつも貼ってますけど、栄養とブーストスイッチでね結構簡単に落ちるんで、ちょっとやめた方がいいかなっていうのは思います。はい、もうなんか顔の骨のを削るとか、なんかこうパーツをグッと変えちゃうっていうんだったら仕方ないですけど、整体で追っつかない部分が絶対にあるんで、脂肪吸引はね、その考えはね、そのうちまた太りますからね。はい、安易な手段を、もうその骨とかは安易じゃないですよ。でも脂肪は安易ですからね。痩せればいいだけの話なんで。はい、だそういうところにも安易に結果が出るけど、その後やばいかもしれない。その危ないかもしれないっていう激痛の中も思わなきゃいけないみたいな。いやでしょそんなの。結構サイズダウンはあんまり安易な手は本当に考えない方がいいですね。安易な手で痩せてもそれは心のデブから直しなさいっていうのと一緒ですけど、必ずまた太るでしょう。ということでですね、まあこれもある意味ね闇だと思いますけどね。そう、まあ豊胸矯正じゃないや、豊胸のその美容整形に関してはですね、まあ面白い話が1個ありましてニューハーフの方がですね、胸をこう、まあもちろん男性ですからね、肉体を胸を作ったんですよ。で300g 作ってくれとお医者さんに頼んだわけですね。まあね、その人の想定を超えてですね、300と言っちゃった。150のつもりで300って言ったんですよ。とんだ爆乳になりましたよ本当に。なので、まあそういったね手術を検討される方は、お医者さんとよく相談してください。で、多少のこうカップ数っていうのはバストトップとこのアンダーのこの高低差でできるじゃないですか。で肋骨を矯正していくとアンダーは簡単に縮むんですね。で、肋骨はこの下の部分、これ見えてないか、この下の部分ですよ。まあ胸の下ですね。音で判断してください。ここです。で、これと U&でできる矯正、こことあとこの上の部分の肋骨をぐーっとこう寄せることができるんですよ。そうするとアンダー縮めて、で上の部分の胸が離れてる人とかも肋骨矯正で寄るんで、前向きに、はい、胸に触らなくてもちょっと大きく見せたりとか形をよく見せたりすることも可能ですので、まあリスクのあることをなるべく避けてもらいたいね。本当にここの胸に本当お味噌汁のおわみたいになっちゃった人本当大変そうだったんで、一応ねうつ伏せになるとき整体 のバストマットっていうのを引くんだけど、まあ、それでも痛い。もう背中とかをこうほぐせないんですよ。圧力をかけてももう痛いんで、はい、ということで、まあちょっと危険性もあるということと、男性はね胸の大きい人が好きっていうのはね、それは迷信だから大丈夫だから、何でもそうですよ。こうありのままの自分を愛してくれる人がいればそれでいいじゃないかと、はい、そういうことです。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。キモ